で夏希が次の一言これ言い放つんですよ。このガムテープ、ナスが盛りやすいんじゃなかったかな。大晦日にも関わらずですね、お仕事を頑張った夏希が、その仕事帰りに、吉道をばったり街中で発見するというところから、そのシーンは始まるんですね。そして、偶然見つけた吉道に夏希がとっさに声をかけて、で、二人はですね、吉道が予約していたこのビジネスホテルへと、まあなんかその場の流れで向かうんですね。そして、そのビジネスホテルの部屋へとたどり着いた二人は、特にこれまあ何を話すわけでもなくですよ。ホテルに備え付けてあるテレビをつけてね、それをダラダラと見ていたんですけれども、突然夏希が次の一言をこれ言い放つんですよ。このガムテープ、ナスが盛りやすいんじゃなかったかな。というのもですね、夏希はこのビジネスホテルの部屋に入った瞬間から、吉道が洗剤などを使って、その有毒ガスである硫化水素を発生させて、服毒自殺を計画しているということは、その部屋の様子を見てですね、理解していまして。で、また、過去にも自身もですね、その自殺の方法を調べたことがあったので、この否定とも肯定ともつかぬようなね、このガムテープガスが盛りやすいんじゃなかったかな、という事実だけを述べる一言を、これ吉道に告げるんですよ。